認知症を防ぎ、脳の健康寿命を伸ばす運動3選。こんにちは、ケアマネのヨッシーです。認知症や介護に役立つ情報をお届けしておりますので、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。今回は認知症を予防改善して脳の健康寿命を伸ばす運動3選ご紹介していきたいと思います。今回の参考文献もこちら、認知症にならないさせない最高の脳活大全ということで、運動の部分をまとめていきたいと思います。今回は大きく3つで、1つ目が有酸素運動をしましょう、2つ目が認知機能を高める運動をしましょう、3番は筋力とか握力ですね、こちらとっても大切なので鍛えましょうっていうような内容になります。最後には過去動画で解説した自宅でできる運動 PDF をダウンロードできる方法もお伝えしますので、ぜひとも最後までご覧ください。1、有酸素運動1日20分しましょう。これは連続して20分じゃなくても OK です。朝と夕方1回10分ずつ、合計20分になりますから、このね、有酸素運動をしましょう。何もね、きついジョギングとかしなくて大丈夫です。散歩、ウォーキングで大丈夫なので、いつもよりはちょっと早いペースで歩いていただく。これだけで認知症の予防になるっていうね、研究結果が国内でもそうですし、世界中でも出ています。こちら過去の動画で解説していますが、1日 3.2 キロ歩く方は認知症の発生率がなんと 42% も下がるっていうアメリカの研究結果も出ていますし、とにかく運動をすることによって認知症になる、認知症になりにくい、認知症の予防になる、また認知症の状態が改善していったっていうケースがあるので、これはやらない手はないので、ぜひともねやっていただきたいと思います。ということで、この介護 YouTube 大学を運営している一期一会在宅ケアグループでは、このデイサービスで毎日お散歩をさせていただいてて、できる限りご本人さんが歩ける距離をなるべく歩いていただくっていうことで、屋外歩行訓練、室内でもやってます。20分歩けない方いらっしゃると思いますが、20分歩けなくても大丈夫です。歩ける距離をまずは歩いていきましょう。第一歩からですね、運動し始めることがとっても大切です。なかなか歩行が難しい方は、スタッフが2人ついてですね、歩行の訓練をさせていただいたり、歩けるための訓練っていうのを丁寧にさせていただいてます。歩く前に立てないんだよって方もいらっしゃいます。そういう方であれば、まず立つ練習からですね。これも2人とか、適切な転倒しないような人員を配置してやってます。まずは、何かに捕まって5秒立っていただけるようなトレーニングをしたりとか、まあ5秒ね立てると、まず一歩の足を出せるので、まあそういったところを鍛えていったりとか、寝たきりで座れない方っていうのもやっぱいらっしゃいます。そういった方は、一日少しでも体を起こす時間作って、なるべく一日の中どこかで座る時間を設けるとか、その方に合わせたできることっていうのを徐々に徐々に増やしていって、最終的には歩けるようになっていただくっていうケースもたくさんやらせていただいてます。もちろん過去寝たきりだって言われてた方を上手にまずは座っていただくこと、座っていただけるようにできたらまずは立っていただくことで、立っていただけるようになったら一歩から歩き出して、それを2歩、3歩、5歩っていう風に伸ばしていって、室内ちゃんと歩けるようになりましたって方もいますし、お外まで行けるようになりましたって方もいますし、室内20メートルしか行けない方がお外だったらもう200メートル以上歩けるようになりましたって方もたくさんね、改善してる方もいらっしゃるので、地道にやるだけなんです。ほんとやるだけで効果出ますので、ぜひやっていただきたいと思ってます。そしてこれ認知症ね、予防っていう観点で言うと、歩けるうちに1日20分続けてでも結構ですし、続けて歩けないんであれば朝と夕方1日2回10分ずつでも OK なので、とにかくね、運動する、歩く、ちょっと早歩きで歩くっていう工夫を1日の中に入れてみてください。この過去動画の運動についてはだいたいチャプターつけてますので、5分40秒ぐらいから見ることができますので、ぜひね見ていただければと思います。2つ目、認知機能を高める運動ということで、ゴルフ、社交ダンス、コグニサイズ、フリフリグッパー体操っていうのがこちらの本では紹介されています。ゴルフはね、私もちょっとやらせていただいてるんですけれども、
一人でね、プレイするっていう競技ではないですので、まあ3人とか4人とか、あとまあ2人とか、やっぱり仲間とね、行ってコミュニケーションをとってするスポーツ、みんなでするスポーツですし、練習をしてスコアを競うっていうゲームですし、そうするとやっぱりね、この、なんとかね、100切りたいんですけど、ゴルフで言うと、100ね、切れなくて本当に何年やってんだって感じなんですが、まあそういったね、100を切る目標になったりとか、人とのコミュニケーションを通じて、あと点数を数えるね、何打打ったかなとか、あと合計数いくらかな、まあアプリに入れちゃいますけれども、今何打打ったかなってプレイ中は数えてますし、まあそういった数を数えるってことも認知機能のこう上げる効果があるよっていうふうに書かれていますので、まあこういったね、人と関わってなおかつ楽しめる。あとはこちらの本ね、書かれてる先生別の本でもあるんですが、麻雀もすごく健康麻雀ですね。タバコも吸わない、お酒も飲まない、お金もかけないっていうことで、点数も数えますし、役も数えますし、この後の流れとかね、この牌が来るかなとか流れもあるので、まあそういった認知機能ね、とにかく鍛える、コミュニケーションも取るっていうことで、すごくいいですよっていう趣味としてね、書かれていたりします。まあ今回運動編なので、ゴルフっていう風に話させてもらってますが、そういったね、効果があります。あと、社交ダンスっていうのも非常におすすめっていうことで書かれています。まあこれ、異性とね、触れ合うとか、まあ変な意味でじゃなくてね、競技として触れ合ったりとか、あとは、やっぱりそうするとね、ちょっとおしゃれにしないととか、身だしなみ整えたりとか、リズム合わせてね、踊るってこともとってもいいっていうことで、おすすめされています。で、コグニサイズとか、フリフリグッパーについては本にはね、書いてあるんですけれども、本まずね、買っていただいて、ぜひね、見ていただきたいなと思うんですが、まあ、これネットでも探せば出てくるかなっていうふうに思ってます。ぜひね、そういったメディアや上手に検索とか使っていただいて、各施設のね、レクリエーションとかに取り入れられたらいいんじゃないのかなというふうに思います。そして3、握力と筋力を鍛えるってことが、高齢者こそ大切だというふうに書かれています。体の筋肉量が減ってしまって、身体機能が悪くなった状態を、サルコペニアとか、フレイルとかね、そういった風に表現したりしますけれども、とにかく認知機能の方にも悪いということがありますので、高齢者こそ運動をして、食事ですね、これタンパク質をちゃんと摂る。で、高齢者になるとやっぱりタンパク質とか、食べ物から吸収できる、この、それぞれのエネルギー量って減っちゃいます。なので、ちゃんとね、良質な食事を高齢者ほど取らないといけないっていう風に、いろんな本で書かれていますので、食事も大切にしながら筋肉も鍛えて、認知症も防いでいく、改善していくっていう風に、日々の生活過ごしていただけたらという風に思います。高齢者になると、ペットボトルがね、開けづらくなったり、瓶が開かないとかね、まあそういった方結構増えるんですけれども、握力も大切なんだよというふうに書かれています。この本にももちろんその握力鍛える方法も、椅子で座っていける体操方法も書かれていますし、まあ YouTube とかね、いろんな動画出てると思うので鍛えてもらえたらなというふうに思います。あとはおまけということで、体操っていう部分でね、関連させていただくと、難聴、耳が聞こえづらいと、これ認知症のリスク要因になりますよってね、過去動画でお伝えさせていただいたことがあるんですが、この耳が聞こえないっていうことで、人とね、コミュニケーションを取るっていうことが認知症予防になるっていうことを考えると、耳が遠いとね、コミュニケーション取りづらかったりしますので、耳が聞こえやすくなるトレーニングとか、どうしてもやっぱり聞こえづらくなってしまったら補聴器を使う。っていうところもご紹介もされていますし、あとね、脳の血流をやっぱり良くすると、認知症というか、頭の血液の循環が良くなりますので、まあそういったね、顔のツボマッサージなんかも紹介されていますので、まあ、こちらはね、ぜひ本買っていただいて、見ていただいた方がいいかなというふうに思っておりますので、こういった日々のトレーニング、毎日少しずつできることを取り入れて、認知症にもならないし、予防して改善していっていただきたいというふうに思います。ということで、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。もし動画が良かったら、いいねとチャンネル登録していただけると嬉しいです。本日も本当にありがとうございました。